お待たせいたしました。改めまして、事前にありがとうございます。17歳、歌って踊りたいと思います。熱い命に任せて、そっとキスしたい。空も海も見つめる中で、好きなんだもの、私は今生きている。私は今私は今生きている。私は今生きている。できたかな、取れてるかな、あ、よかった。
で大丈夫かなと思って、なのでちょっととりあえず、これがあまりにもナチュラルストッキングとかね、あと生々しすぎるかなと思って、ちょっとまあ、透け感のある、まあ、黒いストッキングみたいな、黒いストッキングと、透け感のあるタイツの中間ぐらいな感じの黒っぽいの入ったら大丈夫かなと思って、で、今日黒白でやってみたんですね。で、これ本当は中にいつもパニーを履いてね、こう、森高っぽいふわっとしたのでやりたかったんですけども、これはね、中がね、キュロットみたいになってるんです。なので安心なんですけれども、中がパンツ状にね、キュロットみたいな感じになってるので、でもちょっとガードしてくれるので安心だし、まあ、もしね、万が一っていう時も一応ちゃんとね、中にね、入ってるので安心してくださいね。という感じで、ちょっと、どうかな、大丈夫かなと思って、一応後で見てみて、大丈夫そうだったらアップしようかなと思って、一回ちょっと王子にも少しだけ見てもらって、これ、どうって言ったら、ギリギリ、ギリギリ、大丈夫かなっていう感じで、感じだったので、本当、どう思ってるかわからないけれどもね、まあ、ギリギリ大丈夫かなっていう感じで笑ってたので、まあ、今日、ちょっとね、一回試しに、やってみようかなと思って持ってきました。なので中にパニエを入れたい場合は、ちょっと中のキュロットをなんか切るかなんかして、本当に外さないといけないので、まあ、いつかまたそうやってやるかもしれないけれども、とりあえずそのボリュームはないけれども、こんな感じで今日はやってみました。大丈夫かな？恥ずかしいかな？わからないんですけども、ちょっとね、また何個かフリフリスカートもね、買ったりとかもしたので、まあ、またちょっとずつ小出しにしてやっていきたいかなと思って、とりあえず今日はこちらのね、白いお花がこの肩とかについてるようなちょうどトップスがあったので、あ、これとなんか合わせて黒いストッキング履いたら いけるかもしれないなと思って、ちょっとやってみました。でちょっと痛い感じになっちゃってたりとか、ちょっとどんな風に映ってるかわからないのでね、もしね、そうだったら、ちょっとどうしようかなとは思うんですけども、とりあえず撮ってみました。はい、ありがとうございました。すごくね、プリンセスちゃんの、17歳好きとか、言ってくださる方も多くて、ね、お気に入りに入れてくれたりとかね、リピートでしてね、サムさんありがとうございます。サムさんが私のファンになってくださってて、弾き語りもお上手なサムさんが17歳気に入ってくれてね、何回も見に来てくれたりとか、あとね、大ちゃんもすごいお気に入りでね、私を見て好きになってくれたのかな、この曲をね、っていう感じでしたね。はい。でね、いろんな方に本当に皆さんにね、17歳、そう、最高ですねってね、言ってくれたりとか、そう、トールさんとかもね、言ってくれたね、17歳、やっぱり、プリンセスさんの17歳、最高ですねってね、トールさんも言ってくれたりとか、みんな、ね、結構いろいろと言ってくださって、本当にファンの皆様、ね、いつもありがとうございます。すごく嬉しいなと思って、気に入ってくださってる方が、たくさんね、いてくれるので、こうやって一生懸命頑張ってやってきてよかったなというふうに思います。なのでまあ、すごくいいエクササイズにもなりますし、すごくね、くびれエクササイズにも本当になるような気もしますし、踊れる限りは踊っていきたいなと思っています。17選聞いていただきました。どうもありがとう。